皆さん、はじめまして。はるみさん姉妹長女のさわらです。あれ、次女だったっけ。で、ちょっとさわらお姉ちゃん、次女は私だよ。いや、そもそもそこは間違えようがないところだと思うのだが。でもお姉ちゃん、最近まで制服着て学生さんだったし、次女くらいでもいいかなって。ほぼ因果関係がないな。まあ、さわら姉ちゃんがわけわからないのはいつものこととして、ところでカジカ、私たちはなんでこんなところに来ているんだ。え、しーちゃん、楽しくないの。なら、楽しいということにしてもいいが。楽しんでるんだ、よかった。でもまだまだこれからだよ。この後、すっごいサプライズがあるんだから。え、サプライズ。お姉ちゃん、私何にも聞いてないよ。やれやれ、嫌な予感しかしない。ザ・スリーリトルマーメイド第1話、台風シスターズがやってきた。ありがとうございます、支配人さん。だいぶ息が合ってきたって感じ。私もそう思った。この調子で頑張ろう。あさってから。おっと、そいつは違うぜ。人選守りに入っちゃおしまいよ。スカウトはこれからも続けるよ。まだまだ全然足りないし。足りないし、まだメガネック枠が埋まってないっしょ。そう、メガネックは重要だよ。あとリアルメイドさんとか男の子とか。だったらお姉ちゃんキャラはどうですか。そうそう、お姉ちゃんキャラ重要。いいとこつくね。初めて見る顔だよ。そりゃどういう意味よって突っ込むとこだけど、実際変な知り合い多いからな。王子とか野生児とか悪の帝王とか。はるみさわらです。あ、いえ、私はカジカです。さわらはお姉ちゃんのことで、だから私は次女ってことで。あ、そのお姉ちゃんってのはここにいるこの人です。姉です。さわらです。えへへ。ナナスタのシスターズよ、私と勝負しろ。その勝負乗った。そりゃ乗るさ、勝負だよ。燃える男の勝負だよ。お姉ちゃん、勝負って何それ、どういうこと。サプライズサプライズ。サプライズすぎるよ。大丈夫大丈夫、お姉ちゃんちゃんと考えてるんだから。こうするのがしーちゃんにとって一番いいことなのよ。え、しーちゃんの。それなら、うん、よくわかんないけど信じるね。カジカ、納得するのが早すぎるだろう。しーちゃん、どうも姉二人が迷惑をかけたようで申し訳ない。ほら、二人とももう帰るぞ。でもまだ勝負してないし。3時までに帰る約束だろう。もう出ないと間に合わないと思うが。あ、もうそんな時間なんだ。じゃあ帰らなきゃ。はーい。いいじゃんいいじゃん、ビビッときたよ、ビビッと。よし、決めた。次はナナスタ初のリアル